ルファ！なあ言ったろ？ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。ほら、ぴったり。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか？何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら？彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで人手が足りない。ってなんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。あまり目立つなよ。あんたは今ここで唯一のレナ人なんだからな。奴隷が寝起きするだけの場所という割には集落の手をなしているのね。ああ、確かに装甲兵だらけのモスガルとは違うが、もっと悲惨なのを想像していたのか。スルド・ビエゾはあなたたちには何もできないと思っている。何？いくら手が足りないと言っても、脅威を感じていたらこんな風に好きにさせておいたりはしないはずよ。お前、いや、そうかもしれない。紅のカラス以外のダナ人は皆レナに支配されているのが当たり前だと思ってる。生まれた時、いや、生まれる前からそうなんだ。自分たちと何の関係もないレナの王を選ぶためなのに。不満があるなら戦えばいいわ。それをしないのなら、それは受け入れたということよ。自分は違うって言いたげだな。レナ人っていうのはみんなそんな風に考えるのか？確かに私たちレナにとって力があるかどうかは重要ね。でもそれとこれとは別よ。私には目的がある。そのためならどんなことだって利用する。ダナ人だろうと、炎の剣だろうと、それだけよ。なあ。うん。
わかった。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。どきなさい。やっと、うっかり。相手には困らないな。やっと、やっ、はあ。そこ、終わりよ。くれ。ギエンジン。そこ、当てる。マグナレイ。どこだ。行くわよ。やっと、次、やっと、次、終わりだ。くれ、決めてやる。どこだ、当たれ。傷を治す。うっかり。ファーストエイド。決めてやる。マグナレイ。はい。薙払う。ギエンジ。薙払う。終わりよ。どういうと。傷を治す。上げろ。ファーストエイド。やっと。これは価値があると思うわ。襲撃を受けたんだわ。あんた、デッカメか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった。そこの、
茂みに。しっかりしろ、シオン、ジオン。もう死んでるわ。くそ、まただ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これは鍋。なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってことか。怖くなった。怖いな。けど奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。早く休みなさい。俺の勝手だろ。疲労で足を引っ張られるなんてごめん。先を急ぐわよ。
破するぞ。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。
何かあったんだろうか。どうなんだ。
戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合える奴は多くない。俺たちにできるのは犠牲になった奴を忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にパガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね、行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった。分からないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。のために俺は。ここにもズーグルの群れか。ちょっと、あなたの剣と力なら大抵のズーグルを叩きつけられるでしょ。やるだけやってみるぞ。マグナリー積みない奴は極端に引けるぞ。ギエンジン叩き捨てる。そこ行け。マグナリー飛んでいる奴か。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。私なら落とせるわ。的になるのはごめんだわ。
勝てたからよかったけど、まったく見通しが悪いわね。邪魔よ。投石は私にだ。マグナレイ、私に任せて。はい、倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。存分に力を振るいなさい。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。があると思うわ。問題なさそうな相手に。さらに打ち込む。下げろ。終わる。やっと。踏みないやつ。これぐらいの相手なら問題ないな。やるしかない。やっと精鋭術よ。バーンストライク。来るなら来い。当たれ。火の精鋭術よ。エンジン。バーン。敵には地べたがお似合いよ。ファーストイン。回復してくれたの。使い手がいなくなっては困る。どうだ。当てる。やっと。しかし。敵のやる。ランク拳。力がみなぎってくる。飛ぶ相手は任せて。
やっとやる貫く上に任せてくれ。さらに終わりか。この調子で行こう。これぐらいの相手なら問題ないな。さあ行くぞ。どこだ。行け。もらった。エンジン。投げ払う。あと少し。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。いくらでも相手になってやる。ストライク上げろ。行け。やっと。さらに抜かない。終わりだ。叩きつける。こっちは終わりよ。はい。来たエンジン。よし、いい感じだ。今のは高ぶったな。行くぞ。やっとエンジン。水の力で囲まれたか。状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。下げろ。よし、いい感じだ。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。これぐらいの相手なら問題ないな。
様よ。こなれている。まだリエンジン投げ払う。リエンジン投げ払う。エネクスよ、バーンドライク。くらえ、キャッチ、決めてやる。ジュミナイヤ、そこだ。まだまだ上を目指す。締めていこう。ガン遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ、腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの、食べるの、食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎててもう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。腹はちゃんと満たせるはずよ。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどおかげさんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いや、そういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。大体あなた痛みは感じないのに味はわかるの？
一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。十分休めたな。進も
ここね。ずいぶん古いけど、確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった、曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんていつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりしてどうにかしのいでいるんだ。今にして思えば、あまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね、空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが、食べるか。いただくわ。向こうが透けて見えるのに通れない。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大進工事まで遡るのかも。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、容赦しないわよ。まだよ。泣き払う。マグナレーション。力の差も測れなかったのね。価値があると思うわ。これは箱なのか。レナのものね。中身はありがたくいただきましょう。感じだ。
なさい。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか？もう疲れたの？いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてないの。ほら、行くわ。問題なさそうな相手だ。水の力で！やっと！あたれ！決めてやる！見えた！つらるきよ！マグナレイ！さすがだな、シオ！あなたも！ああ、努力する。これぐらいの相手なら問題ないな。新しい武具か。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の一生部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の一生だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？
いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。ウルベテクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。そうだな。ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって、私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの？そうは言わないが。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ああ、ありがとう。その教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほら、さっさと行くわよ。さあ行くぞ。やっと。マグナレイ。払う。ラグナス。どこだ？どこだ？倒したぞ。小物に時間がかかる。ああ、どんどん倒す。この調子でいきましょう。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。目的地に着いたわよ。何かあったんだろうか。くそ。ん？
に向かう気？決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。測れなかったのね。容赦しないわよ。まだよ。もらった。どこだ。やる。見せてやる。倒れろ。本当にしつこいよ。払い寄せ。偽造のアンプは見せてやる。出さない。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。駐屯地の装甲兵と少ない。モスガルに派遣されているんだわ。さっさと片付けましょう。火の精霊術よ。バーンストライク。終わりだ。ジェンズ、なぎ払う。ここ開ける。力がみなぎってくる。
やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。下がっとれ、ココル。ドク、ココル、やめろ。やらせるものか。見えてる、当てる。危ない。無事か？他のみんなは、奴らはまだいるのか？落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あっての物種だ。だから時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか、ドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に、人を犠牲にして生き残ったところで、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと、次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない、でもきっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ、鉄仮面。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。くらえ！
異常な奴は。これはどう？どこだ？終わりだ！叩き潰す！まだやれる。よし、今のうちに止める。力の差も測れなかったのね。役に立つの？試してみるべきね。容赦しないわよ。私なら落とせる。その隙に。力の差も測れなかったのね。どきなさい。やっと今を精霊にしよう。ランクス、ストライク。どこだ。ハーン。今を精霊術よ。どこだ。ハーン。終わりだ。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。やるしかない。ドクラッチ、暴れ。行け、もらった。ランク剣、ドクラッチ。ルミナイアクア。はい、次。終わりだ。水の力で、はい、当然の結果よ。突破するぞ。やっと火の精霊術よ。なぎ払う。バーンズグライク。この調子でいきましょう。さあ行くぞ。叩き潰す。終わりよ。逃がさない。よし。力の差も測れなかったのね。容赦しないわよ。引き締めていこう。海に通じているのね。上と違って水がきれいだ。魚が泳いでるのが見える。ええ、美味しそうだ。なんでもないわ。
戻ってきたか。みんな待っている。早く帰れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘うな。それは俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴に、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで、俺嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。お金そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした？わかった。ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなしだ。見てくれよ、この持ち手部分の溝を。いや、見せられても困るわ。